はい、こんにちは、団長です。今日は団長の鉄板チャート第3弾をお送りしていきたいと思います。はい、第1弾、第2弾ともにですね、非常に多くの方に、ご視聴いただきました。本当にありがとうございます。コメントもですね、たくさんいただいております。ツイッターなどにダイレクトメールを送っていただいた方も、たくさんいました。本当にありがとうございます。ということでですね、今日は第3弾の方をお送りしていきたいと思いますので、早速ですね、今日は第3弾の方をご案内していきたいなと思います。はい、では早速行ってみましょう。はい、一つ目のチャートです。一つ目のチャートは日経225ですね。時は1998年の8月3日の月曜日です。こちらですね、こういった形になってますね。下から、紫、青、緑、赤の逆パンパカパンになってまして、そこから、赤が切り上がってって一度上昇するんですが、一旦ですね、ここで当たって、下落、その後ですね、もう一度トライするんですが、同じ価格ですね、節目に当たって陽線陰線で切り返して、その後ですね、下落するんです。で、この後ですね、一旦紫の100日線に当たった後に軽く上昇して、下落していくといった形ですね。はい、あまりですね、詳しくはお伝えできないんですが、ここはですね、相場先生の逆日台の場面かと思います。はい、詳しくはですね、ぜひとも相場先生のですね、本などを購入していただいて、勉強していただければなと思います。ということで、ここがですね、逆日台発生します。今日の鉄板チャートは、一旦上昇して下げ止まりですね、ダブルトップの形につけて、その後下がったんですが、軽く上昇した逆日台という形になってます。ここが鉄板チャートかなと思いました。で、その後ですね、ここが団長の検証動画第1弾の紫割れという形になりますので、エントリーポイントとしてはこの逆日台を見た後のここで入るか、ここまだ逆下半身ではありませんので、次の日ですね、次の日でエントリーで、その後、団長の検証動画第1弾の紫割れを起こしたところでさらに追加していって、この下げを取っていくといったところが、なかなかいいポイントかなと思いましたので、ピックアップさせていただきました。週足の方を見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、このポイントですね、先ほどのエントリーポイントはこちらになります。上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンの中で一度上昇したんですが、青の 60週移動平均線に当たる前に下落し始めているといった形になりますので、ここはですね、すぐまた逆パンパカパンに戻るような予感ができるかなというところですね。という形で、やはり週足で見ても下げトレンドの中でもう一度日足に戻ります。はい、日足に戻りました。下げトレンドの中での、逆日台かつ、紫割れですね、このあたりがかなり相場先生の技が光るようなポイントかなと考えております。またですね、このチャートについては別の動画でですね、団長が実際にトレードしてますので、そちらの方もぜひご視聴してみてください。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4751のサイバーエージェントですね。時は2020年の9月の18日金曜日ですね。エントリーポイント、注目したいポイントとしてはこちらです。理由としてはまず2つあります。1つ目が紫の100日移動平均線がサポートしてて下げ止まりを感じるといったところですね。ここで割れてしまうと団長の検証動画第1弾の紫割れなんですが、割れずになんとか頑張ったといったところですね。ここがポイントになってくるかと思います。で、その次に3日で連続ですね、陽線でした。ローソク足が3日連続で陽線、陽線、陽線、陽線ということで、青の移動平均線の上に出てきたといったところですね。で、このあと、ここですね、ここで打診買いをすると、この後ですね、陽線、その後ずっと上昇といった形ですね。緑と赤がクロスして、青と赤がクロスしているというような局面に来てますので、ここがいいかなと考えました。週足で見るとこういった形になります。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線が下から紫、青、緑、赤のパンパカパン状態だったといったところですね。はい、ということで、緑がサポートして押し目となってまして、ここで下半身ですね。相場先生の下半身が発生してますので、このチャートですね、なかなかいいチャートに見えるかなと思います。ここも一旦上昇してきて、下落したんですが、相場先生の物別れで上昇していくというような形になってますので、もしここでエントリーできてれば、この後ずっと上昇を見極めて、下から数えて1、2、3、4、5、6、7、7週で価格の節目7000円に一旦刺さって下落して始めたといったところで、このどこかの週での利確になってくるかなと考えております。
続いての銘柄は8591のオリックスですね。時は2015年の10月2日の金曜日です。こちらですね、一旦価格が下がってできてて、逆パンパカパンですね。紫、青、緑、赤の綺麗な逆パンパカパンで下がって、下げ止まって、その後上昇するんですが、ここがですね、相葉先生の法則の9の法則が当てはまる 1,2,3,4,5,6,7,8 で天井になって再度下落すると。でここですね、ダブルボトムですね、綺麗な形です。ここは、綺麗な本当に教科書通りのダブルボトムで、前の安値で下げ止まってで、その後ですね、上昇、ここの時点でダブルボトムが完成するかなと、考える方が正しいかなと思いますね。なので、早い方はここでエントリーするという方が多いかと思います。はい、ということでこの時点で、下げ止まりからかなり強い陽線が出ましたので、ダブルボトムが完成と判断し、その後ですね、やはり次の日かなり大陽線ですね、大きな陽線がついたという形です。ここはおそらくトレーダーの多くの人が、ダブルボトムが完成してこの後上昇トレンドだという判断から、大きな陽線がついたのかと思います。でここですね、上髭って、少しだけ、上髭がついて、この並びがここですね、前の高値と揃ってます。ということで一旦ここで一本取りできる方も多かったのかなというようなが、この日ですね。でその次の日、ここですね、団長のポイントです。ここは、前の高値ですね、ここのラインを抜けたので、ここでエントリーする方もいるかなと思いますね。でその後ずっと取っていくと、でここが、下から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9 という形で相場先生の9の法則が適用されるといった形ですね。ここの9日目で、手締まいを感じる、もしくは次の日で、10日目で手締まうといった形ですると、早い方であればダブルボトムを気にして見てて、ここが下げ止まったことを確認したこの陽線でエントリーで、その後ずっと取っていく、9の法則で取っていくといった形ですね。この辺りでエントリーしている方はこの陰線で危ないと感じて、手締まいする方も多いかなと考えています。はい、週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見ると、こちらが先ほどのダブルボトムのところですね。という形で、週足の形で見ると、移動平均線が紫下から赤、難しいですね。下から赤、紫、青、緑といった形で、かなりやりにくいような、形のチャートになってますので、なかなかこちらはストライクゾーンじゃないかなと思うんですが、はい、日足戻りました。やはりですね、この日足のチャートのこのダブルボトムが、かなり鉄板チャートになってくるかなと考えております。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8031の三井物産ですね。こちらは2017年の12月20日の水曜日の日足チャートになります。団長のポイントとしてですね、注目したいポイントとしてはこちらですね。こちらの大陽線、前の高値抜けですね、前の高値を抜けたというところの大陽線を注目銘柄とさせていただきました。でここで仮にエントリーすると、今パンパカパン状態ですね。パンパカパン状態なので買いのエントリーが入れられるかなといったところだと思いますね。こちら週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見るとここですね、エントリーポイント、注目したいポイントとしてはここですね。やはりこの前の高値抜けですね、ピンクのこのラインですね、一気に抜けたというところになりますので、パンパカパン、日足週足で見て両方ともパンパカパンの、ダブルでパンパカパンになってますので、ここがエントリーポイントになってくるかなと考えております。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6981の村田製作所ですね。時は2011年の5月の13日の金曜日です。ポイントとしてはここですね、団長マークのあるこのポイントですね。ここの見立てとしては、今ですね、逆パンパカパンです。日足で見ると上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンパカパンで、確実に下落トレンドの中にいるといったところですね。上から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8 といったところですね。でポイントとしては前の安値ですね、前の安値を割れたといったところで、ここがですね、エントリーポイントになるかなと考えております。早い方ですと、逆下半身ここで形成してますので、このあたりで売りを入れる、もしくはですね、このあたりで売りを入れてる方もいるかと思いますが、もしそういった方はここですね、追加ポイントになるかなと思います。でこの後ですね、ここで入れる理由としましては、週足で見てみますとこういった形になります。
はい、週足です。週足で見てみますとこういった形になります。ここですね、エントリーポイントはここになりますね。で、形としては上昇してきてパンパカパンなんですが、この後ですね、崩れて、一旦上がった後の陰線ですね、綺麗な形でここですね、逆日台を形成しているという形になりますので、やはりですね、この上昇で緑にブロックされて次の週の陰線を見て、この陰線を見てここですね、この週でエントリーするといった形がなかなか面白い綺麗な形かなと考えております。もう一度日足戻りましょう。はい、日足戻りました。ということで、先ほどのですね、週足で見た逆下半身、逆日台がこの辺りでできてまして、ここですね、次の週のところでのポイントと、節目割れでのエントリーポイントという形が、日足週足ともに見てですね、綺麗なエントリーポイントだと思いましてご紹介させていただきました。続いての銘柄です。続いての銘柄は1605の国際石油開発定石ですね。時は2016年の9月の23日金曜日です。こちらについてはここですね、団長マークがついているこちらですね、ここが金曜日となっておりまして、団長はですね、これをポイントとしました。理由としましては、6日間連続で陽線で下げ止まりを感じるといったところですね。ここポイントとしては、赤の移動平均線が青にタッチせずに、しかもですね、なかなかここはいいですね、陽線という形で陽線が出続けて、もうこれ以上下げないぞというような意思が現れているというような形に見えます。で、この後ですね、綺麗な下半身つけてますね。ここが下半身成立で、その上にあるといった形です。で、またですね、ここ、緑と赤と紫青、この移動平均線がかなり密集してまして、この後ですね、必ずどちらかに大きく流れが転換するといった形のサインになっているかと思います。で、大きく流れが形が変わるというサインのところで陽線が6日連続出てますので、どちらかというとですね、強い目線ですね、上昇局面で見ていいかなというところ。またですね、このあたりで見ると、間もなくパンパカパンの状態になってますので、ここでのエントリー、もしくはこのところですね、ここでのエントリーというのが期待できるかなということで、鉄板チャートとして取り上げさせていただきました。こちらですね、週足の方で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、先ほどのエントリーポイントがこの週ですね。この週の陽線が、団長のマークのこの週ですね。ここがエントリーポイントだったという形になります。ここですね、週足で見てもなかなかいいエントリーポイントと思いました。理由としては、ここですね、3週連続で緑にサポートされているといったことが一つ。ここですね、やはりサポートされてて、その後、逆に、失礼しました。相場先生の日大の形になりそうだという雰囲気を醸し出してますので、やはり週足で見ても日足で見てもですね、上昇トレンドの方が強いかなということで、ここは期待できるポイントだと思いました。はい、以上、今日は団長の鉄板チャート第3弾の方をお送りさせていただきました。はい、今日ですね、ご紹介させていただいたような、いいですね、エントリーポイントなどを見つけたらですね、また団長ニュースの方でお送りしていきたいなと思いますので、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。